フィート3のバス用品担当してます外村です。今回は、冬バス攻略ということで琵琶湖のボート編、ご紹介したいと思います。ですね、琵琶湖で釣れる場所、たくさんあると思うんですけども、魚礁、あと、まあ、温排水、まあ、この辺を狙うんであれば、こういったワームですね、これで、まあ、魚礁とか温排水っていうのは絶対そこにバスがいてるという前提のもと、釣りをしますので、こういったワームスローな釣りですね、それで展開していただけたらなと思います。まあ、このワームを使うにあたって、まあ、ネコリグっていうのが一般的なんですけども、頭にネイルシンカーを打ってもらって、胴に 腹に、マス針をかけての釣りですね。で、そのストラクチャーとか、温排水に向けて投げてもらってシェイクしてゆっくりをしてくれるっていうようなパターンですね。で続きまして、沖の釣りになりますと、こういうクランクベイト、ディープクランクですねが、活躍するんですけども、これはうちの方の、折りからで、チャートギルっていうカラーなんですけども、琵琶湖の南湖の水質に合わせて、カラーリングしてあるカラーで、キレクもなく、汚くもない南湖にぴったり合ってるこのチャートです。これはまあ一番シンプルなんで、投げて巻いてもらう。で、まあ、4メーター前後の水深のところにちょうど、合ってますので、3メーター後半から4メーターちょいくらいまでをこれで攻略できます。ネコリグをするときのワンポイントアドバイスなんですけども、どうしても直接針をワームにかけてしまうとキャストしたときとかに、ワームが切れて飛んでしまいますので、収縮チューブですね、こちらをつけることによってワームの、消耗を少なくしていきます。この収縮チューブを、細く切っていただいてワームにセットします。で、ドライヤーで炙ってもらったら熱収縮なのでこういうワームにぴったり合いますね。で、針をセットしてもこれで切れなくなります。はい、皆さんこんにちは。82の、バス用品担当の久本です。今回は、冬の、バスの楽しみ方を進めるは、場所ですね、それをちょっと説明していきたいと思いますので、お時間よろしくお願いいたします。まずですね、冬といったら、今当店でも売れ筋のエバーグリーンの、まあ、皆さんも知ってると思うんですけど、リトルマックス、まあ、8分の3オンス、それ と、ジャッカルのノッキンジョ8分の3オンスというのが、まあ、おかっぱりのメインの、まあ、鉄板ルアーですね、いわゆる、メタルバイプを冬は使うんですけれども、なぜ使うかというとかなり飛びます。まあ、竿もだいたい7フィートまでの硬さは M か MH それぐらいの竿を使いまして、キャストするんですけど、まあ、幅広く探れるんでとにかく投げる、ほんでとにかく幅広く、まあ、輪切りに、まあ、野池やったらもう輪切りにしていきながらキャストしていって、まあ、どこにバスが一番ストックしているのか、どういうレンジで当たったのっていうのを、普通のワームとかスピナーベイトとかではちょっと全然探れないんで、こういうメタルバイブをぜひ使ってみてください。釣れた時の感動はシーズンの時よりも3倍4倍ぐらい多分嬉しいと思うんで、ぜひ皆さん使ってください。冬のおかっぱりなんですけれども、まず一つは、まあ、とにかく、まあ、天気のいい日に行きましょうと、まあ、雨の日とか風の日でも釣れるとは思うんですけど、ちょっとでも今日は冬やけど春みたいな天気やなっていう時に行けばでかいバスも多分釣れると思いますので、皆さん寒がってなく、冬バスですね、皆さん釣って、バスフィッシングをエンジョイしてください。はい、琵琶湖で、やっぱりするおすすめのポイントなんですけど、まあ、皆さん知っていると思うんですけど、仁淀浜何本かの、川で川が流れ込んでるんですけど、
まあ、一番有名なのが総門川、沖に取水塔があるんですけど、ここは結構近くに赤部位とかあったりとか、温排水がちょっと流れてたりとかするんで、温度もかなり普通の琵琶湖の温度よりかは非常に高くて、まあ、人気ポイントなんですけれども、バスのストックも半端なく多いんで、まあ、冬の定番がっぱりポイント、まあ、メタルバイブレーションを遠投してバスを釣ろうという場所はやっぱりここの浜尾津の仁王の浜が一番有名ポイントです。まあ、あとはまあ西岸の浜だったり柳ヶ崎だったり、まあ、自衛隊唐崎、大ごと港だったり、天神川の河口だったりっていうのはやっぱりウェーディングとか、皆さんされてるんで、まあ、西岸、まあ、東岸よりまあ西岸の方が一番いいんじゃないかなと思いますんで、ぜひ皆さん行ってみてください。特におすすめはもう仁王の浜です。多分魚が一番多いし、まあ、駐車場もあるんで足場もいいし、まあ、カップルとかねファミリーでも十分気持ちよく釣れる釣り場なんで、おすすめです。ぜひ行ってみてください。